東京メルディトラストのチームの江田よしこです。今回の動画はトライアスロン後半シーズンになってきました。トライアスロンデビューされる方、そしてまだ1回目、2回目、3回目まだまだ不安がある方いらっしゃると思いますが、今回の動画ではレースに持っていくものを紹介していきたいなっていうふうに思います。はい、トライアスロンのレースって多分持ち物がとても多くなるので、あれ忘れちゃったかな、これ忘れちゃったかなって結構不安になることって皆さんあると思います。まあ、現地でもショップが、はい、出ていたりして、とてもそこら辺は何買ったら買えばいいやって思う時はあると思うんですけれども、まあそれショップが出てないレースとかもあると思うので、はい、忘れ物なく必要最低限のものを持ってレースに行けるように今回は紹介していきたいと思います。はい、まあくまで、まあ、私の持っていくものを紹介するので、もしもこれ忘れてますよとか、こういうのあったら便利ですよっていうのがある方はぜひコメントをよろしくお願いします。はい、それでは紹介していきたいと思います。持っていくものを準備するときに結構自分は、まあ、メモ、携帯にメモを用意しておいて、まあその日に持っていくものをリストしてあります。多分それで忘れ物をしたことはないと思って、はい、それに沿って今日は紹介していきたいなっていうふうに思います。はい、スイム、バイク、ラン、トランジションなどなどを分けて紹介していきたいと思います。はい、ではまずはスイムからいきましょう。はい、結構レースウェアはこのように袋に入れているんですけれども、まあ、まず一番大切なものはレースウェア、はい、レースウェアです。あとはレースウェアと、まあ、場合によってはエイジの方多いと思いますが、ウェットスーツ。はい。まあ、エリートのレースでも、ウェットスーツは必ず持っていくようにしています。はい。なので、まあ、レースウェアと、ウェットスーツ。はい。これは、まず第一必要になります。はい。まあ、スイムの場合、こう、着てからスタートすると思うので、はい。忘れないように。はい、それで、まあ自分の場合はシリコンキャップの下に帽子をキャップを1枚かぶるので、こういう無地のキャップを1枚か2枚持っていっています。はい、続いてゴーグル。ゴーグルは天気によって使い分けていて、一応3種類、同じ形の3種類持っていっています。はい、晴れの日に使うミラーゴーグルで、まあ、曇りとか、ちょっと雨じゃないけどこう明るすぎず、なんかどんよりしてる時はスモークタイプ。はい、でも雨で何も見えないなとか、ちょっと今日暗いなと思ったらクリアレンズを使っています。はい、で、まあ、結構曇ったりしてしまうと本当に前が見えないので、極力新しいものを使うようにしています。で、ここで、まあ、ゴーグル曇る経験ってあると思うんですけど、まあ、曇り止め、はい、はしっかり塗るようにしています。はい、これで多分スタートの準備できたと思います。はい、で、一つ、まあ、ワセリンがあるんですけれども、まあ、ウェットスーツを着たり、トライスーツを着るとここがずれてしまうことが結構あるので、ワセリン、まあ、これはあるんですけど、いろいろ種類があって、まあ、ワセリンを
塗るようにしています。あと自分がやっていることはお腹にワセリンは塗るようにしています。結構泳いでる時にお腹が痛くなってしまうことがすごく多くて、その時に、まあ、お腹にワセリンを塗ってからトライスーツを着るようになってからは、まあ、保温性があるのかお腹が痛くなくなりました。なので、まあ、お腹周りだったり腰周りだったりとか、はい、塗るといいのかなっていうふうに思います。あとは、まあ、今日はないんですけれども、ウェットスーツを脱ぎやすいようにすぐ脱げるようなジェルを体に塗ったり、あとは、まあ、ワセリンをドライスーツのこの肘の部分、外側と膝の外側に塗ると、塗るとつるんと脱げやすくなるので、まあ、そこは、はい、塗るように、はい、そこは塗ってみてください、はい、あとは日焼け止めを塗っています。まあ、日が出てるととても2時間とかロングのレースとかだと長時間のレースになると思うんで、そうすると本当に体力を消費してしまうので、はい、念入りに日焼け止めは塗ってください、はい、では続いてバイク行っていきたいと思います。はい、まあ、バイクはロードバイク、はい、はもう必ず必須です。で、ヘルメット、はい、でサングラス、はい、でサングラスも一応自分は、まあ、予備のサングラスを持って行ってて、まあ、雨の日でも対応するクリアレンズに変えているのと、まあ、一応もう一個レンズ変えられるように、はい、予備のサングラスを持っていっています。はい、あとは、まあ、ボトルは2本か3本、まあ、バイクのケージにこう設置してトランジッションをセットすると、その後に水飲むことができないので、予備に1本ボトルを持っていくことで、まあ、アップの時だったりレース前だったり、はい、まあ、自分のボトルで何かあった時用にボトルは、はい、持っておくと便利なのかなっていうふうに思います。なので、まあ、最低2本、最悪3本、まあ、ロングのレースだったらこうご自身のケージの数によって、まあ、ボトルは持っていってください。はい、で、まあ、自分はボトルの中身は1つは、まあ、アクエリアスだったりポカリを入れていて、1つは、お水にするようにしています。はい、まあ、ここで結構ボトルの中に入れるものって人それぞれ違うと思うんですけれども、まあ、私はこうエネルギーを補給する場合は、まあ、ジェルを持って、まあ、バイクにつけとく、またはランの時に置いておくので、そこボトルの中の、まあ、ドリンクの摂取ではできるだけこう脱水にならないような、はい、まあ、ミネラル、アミノ酸、クエン酸が入ってるアクエリアスとかを、まあ、薄めて、はい、入れるようにしています。はい、1本は、まあ、水をかけるように、はい、水にしています。はい、あとはバイクシューズにつける輪ゴム、はい、まあ、これはまた、次の動画でバイクのセットの仕方は紹介していきたいと思っているので、はい、その動画を見てください。はい、輪ゴムは、まあ、最低2本使うので、まあ、予備用として、まあ、10本15本ぐらい持っておくといいのかなっていうふうに思います。まあ、結構多いのがこういうの、輪ゴムを、まあ、ボトルのとこにこうやって引っ掛けとくと必ず忘れないので、はい、そうしておくと便利です。はい、あとは、まあ、忘れてはいけないのがバイクシューズ、はい、バイクシューズです。まあ、ここに後で輪ゴムつけるバイクシューズと
あとはこれですね、エイジの方必見ゼッケンベルト、これは忘れずに、はい、お腹につけるようにゼッケンベルト、はい、とあとはまあバイクってよりかはトランジットをセットするときに、まあカッパがあるととても便利かなっていうふうに思います。雨の日とかがあると思うので、まあ、そういったときに忘れないように雨カッパ、はい、カッパを持っていっています。はい、バイクは、あとはバイク、ロードバイク、はい、ポンと今ここに置けないんでポンと今画像が出てると思いますが、バイクは必ず忘れないようにしてください。はい、まあ、エリートの場合は予備用ホイールを置ける場所があるんですけれども、まあ持って、エイジの方々はまあ自分の車とかで行く場合は練習用とかで使っているホイールとかを、まあ、持っていくと何かあった時に交換できるかなっていうふうに思います。はい、あとは空気入れを忘れずに、はい、持ってきてください。はい、まあ、結構現地で借りたりすると、まあ、なんか自分のタイヤに合わない空気入れとかあると空気が入らない場合があるので、いつも使ってるものをちょっと荷物にはなるんですけれども、こう持っていくと安心かなっていうふうに思います。なんで必要なものを紹介していきたいなというふうに思います。はい、ランに必要なものは、まあ、まずシューズですね。はい、これはまあ、ジョグ用というか普段履き用に持っていく、まあ一応レースでも使えるかなと思うようなシューズを履いておくと便利かなっていうふうに思います。はい、あとは、まあ、レース用シューズを、まあ、一応2つ2足持って行ってます。ディアスロンになった時とかもこうファーストランセカンドランと履き分けられるので、はい、持って行ってます。あとはまあ、レース用シューズに、まあ、このようなゴム紐つけていくと、はい、トランジッションがとてもスムーズなので、それは普通のこういうゴム、あ、こういう紐ではなくてゴム紐に変えています。はい、でまあそれもいろいろタイプがあるので、こういうタイプだったりこういうタイプだったり、はい、します。忘れていましたが、あとはサンダル、これ結構必須っていうか、まあアップだったり海とかこう泳ぎにこうレース前とか、はい、スポットを履けるサンダル結構あると便利です。はい、あとは、まあ、今度紹介をしますが、靴、シューズ、まあエリート 51.5 とかスプリントの場合は私たちは裸足でシューズを履くので、まあ、その時にこのワセリンをもうこのかかとと靴の中、シューズの中にベトベトに塗っておくと靴ずれせず、はい、走ることができるので、まあ、それでもちょっと皮がむけたりしてしまうことがありますが、はい、ワセリンを塗っています。はい、ランはこんな感じです。まあ、あとは帽子をかぶる方は帽子をかぶったり、はい、それを持っていくことを忘れずにしてください。では最初からちょっとおさらいをしたいと思います。まあ、まずはトランジッションセットするのに大事な、まあ、カッパ、サンダル、はい、まあ、ドリンクだったりのアビリアス、輪ゴム、ワセリン、日焼け止め、曇り止め、はい、これが、まあ、事前に必要なものです。あとゼッケンベルト忘れずに、はい、でまずは、次にスイム、レースウェア、ウエットスーツ、ゴーグル、帽子で、スイムスタートしました。はい、次
ロードバイク、ヘルメット、サングラス、はい、ホタル。で、バイクに乗ってる時にジェル飲む方はジェル飲んでいただいて、はい、次にラン、まあ、シューズ、まあ、キャップ、あ、バイクの時忘れてた、バイクシューズ、はい、こんな感じです。はい、あとは、まあ、服、上着類だったり、こう、これからのシーズンちょっと寒くなってくるのでベンチコートを持って行ったりしています。はい、もうレース前こうウォーミングアップをした後に泳いだあと、こうもう冷えてしまうと本当体が動かなくなってしまうので、ベンチコートだったり北海道だったり、あとはふわふわの靴下とか、はい、そういうあったかくなるようなグッズを持っていっています。これとても大切だなと思ったのが、まあ、前半シーズンに海外レースで、まあ、実はこうモロッコのレースの時に、まあ、バイクとキャリーケースが届かなかったっていう、はい、ハプニングがありました。手荷物の中に、まあ、念のため、まあ、トライスーツ、帽子、ゴーグル、ヘルメット、サングラス、シューズ、はい、などこうレースができるものを入れておきました。あのバイク以外の、はい、それで、まあ、バイクはもうしょうがないので、まあ、それでレースの 前夜に届いたんですけれども、やっぱり遠くの遠征に行かれる方は手荷物でやっぱり必要最低限の大切な荷物っていうものは持っていくことが大切なのかなっていうふうに思います。はい、なのでまあ少し荷物にはなるかと思いますが、はい、安心してレースができるように、はい、必要最低限こうもう最低でもバイク以外のものは手荷物で持っていくことが大切だと思っています。はい、あとはご自身でも準備した時にこう、トランジットセットするときはこれだ、スイムこれ、バイクこれ、ランこれ、はい、フィニッシュした後になんか着替えるものとか、このような、まあ、シミュレーションをしてから、まあ、出発をされるととても、はい、いいかなっていうふうに思います。あとは人それぞれ使うものだったり使わないものだったりはあると思うので、できるだけ荷物は、まあ、多くならないように最低限の荷物を持っていって安心してレースができるように、はい、この動画を参考にしていただけたらいいなっていうふうに思います。あとは何かこれ必要なもの、これあったらとても便利ですよっていうものがあればコメントをよろしくお願いします。はい、それではチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。皆さんレース頑張ってください。はい、私ももうすぐ後半シーズンが始まりますので、はい、しっかり頑張りたいと思います。はい、それではまた会いましょう。